めっちゃわかりやすい西洋美術史アートファンです。ベルです。はい、それでは今回は19世紀末から20世紀前半の美術ということでお届けします。ねえねえ、そういえば最近彫刻の作品を見てないよ。そうですね、じゃあこの作品を紹介します。あ、考える人ルナンだね。その通りですね。19世紀後半を代表する彫刻家としてオーギュスト・ロダンがいます。彼の制作した華麗の市民は1889年の万国博覧会で展示され大好評を得ました。なんか泣いてる人がいるよ。題材としているのは1347年の100年戦争の時のことです。港町のカレー市っていうところが包囲されてね、敵側のイングランドの王のエドワード3世っていう人がね、6人を生贄に捧げたらね、町を救ってあげるっていう風な話があるんだよね。でこの彫刻になってる6人は、まあ、死を覚悟しながら王のところに向かうと、まあ、そういう風なシーンなんですね。え、それでどうなったの？まあ、ストーリーを言うと、エドワード3世の王妃がね、殺すのはやめてあげてっていうことでこの6人の命は助かったっていう、まあ、そういう話があるんですね。その時の緊迫感が彫刻に現れているね。そうですよね、ロダンの素晴らしい表現力がわかりますよね。さあ、今からの時代はものすごくたくさんの作品と人物が出てきます。ポイントになるのはつながりということなんですね。どの芸術家も必ず先輩の影響を受けて制作をします。そして次の世代にまたバトンを渡していくという風な流れになってきます。じゃあまずこの人物からです。ゴーギャンだ。そう、ゴーギャンはね、重要人物なんですね。印象派やゴッホからバトンを受け取ったゴーギャンは次にナビ派というメンバーにバトンを受け渡します。でそのバトンはフォービズムという画家たちに受け渡されることになります。これはナビ派で活躍したピエール・ボナール、モーリス・ドニの作品です。綺麗、めっちゃ現代だね。そうですね、今の人が描いてても全然大丈夫な作品ですよね。同じ時代、他の作品はこういうものがありました。おしゃれだね、色使いとか。これは象徴主義という人たちの作品です。ギュスターブ・モローは神話や中世の伝説から題材を取って制作をしています。ルドンは花などを幻想的な色彩で描きました。これはクリムトの接吻という作品です。キンキラキンだね。そうですね、クリムトの作品にも日本の浮世絵とかの影響が見られます。例えば立体感のある顔に対して他の部分は平面的な処理がされてますよね。これって日本の絵のぺったんこな感じが出てますよね。ちょっと象徴主義の人と印象主義の人たちを比べてみましょうか。印象主義の人たちって結局目に映るものを描いていたんですよね。でも象徴主義の人たちは目に見えないものも描こうとしてますよね。本当だ。こういうのを見比べてみるとやろうとしている芸術の方向性が違うということがわかると思います。さあ、他にはこんな人もいました。あ、ムンクだ。そうですね、ムンクが描いた叫びという作品です。これはね、ムンク自身が体験したことで真っ赤な夕日のね、大地から叫びが聞こえてきたと。でその時に思わず耳を塞いだっていう風なね、そういう風な体験からこの作品はできています。このようにね、恐怖とか不安な感覚っていうものを絵に描くっていうのがこの時代に現れます。きっと今でもね、美術の授業でね、心のままに描こうとかね言われると思うんですけど、そういうのはこういう時代から来ています。さあ、ナビ派とかね、象徴主義とかそういう人たちがたくさん出てきましたけど、次のバトンを受け渡すのはフォービズムっていう人たちになります。これはフォービズムの代表的な画家アンリ・マティスの作品です。すごい色使いだね、肌も緑だし。あ、でもゴーギャンもピンクの地面だったもんね。そうですね、こういうようにバトンっていうのが受け渡されていきます。では今度は違うバトンも見てみましょうか。じゃあこの作品を見てください。これはロートレックという人の作品です。この作品を見てどういうところからバトンを受け取ったかってわかりますか？あ、浮世絵だ。その通りですね、浮世絵からの影響を受けています。このロートレックとか他にはミシャという人がいたんやけど、この人たちがやっていたのはね、アールヌーボーっていう運動なんですね。これは日本の浮世絵であるとか、あとはケルトの美術っていうのがあるんですけど、そういうところの影響を受けてます。産業革命っていうのが起こって、いろんなものがね、機械で大量生産される時代が来るんですね。まあ、すごくこう便利なんですけど、一方でね、まあ、粗悪品と言ったら悪いんですけど、世の中にそういうものが出回るわけですね。でこのアール・ヌーボーっていうのは、もう一度職人とか画家の手でしかできないような技を使って作品を作ろうというふうにします。
で機械っていうのは直線は得意なんですけど、多分ね曲線って苦手なんですよね。なのでアールヌーボーの人たちが目指したのは綺麗な曲線のあるね作品を目指します。ミシャの曲線はすごく綺麗だね。有名なものにギマールという人の地下鉄の入り口であるとか、このエミール・ガレっていう人のねガラス製品、絶対にね機械ではできないですよねこういうものはね、まあ、そういう手仕事を見直していた人たちがいたということを覚えておきましょう。ではまたまた違うバトンの話をしますね。はい、これは誰の作品でしょう。セザンヌだね。確か空間を歪ませたんだよね。そうですね、その空間を歪めたというのが次の時代につながっていくバトンになります。これはパブロ・ピカソが描いたアヴィニョンの娘たちという作品です。ピカソはねフォービズムの画家たちみたいなものを目指そうかなと思ったんですけど、もっと先に行きたいなと思ったわけですね。そんな時にねアフリカの彫刻に出会います。でセザンヌの画面構成の空間を歪めるっていう部分とアフリカの彫刻とかに影響されてね、このアヴィニョンの娘たちっていうものが出来上がります。で同じ時代ブラックという人がいたんですけど、ブラックとピカソで協力してねこういう画面構成を発展させて新しい芸術のスタイルを作ります。それがキュビスムという絵画ですね。幼稚園生でも描けるんじゃないかとかねよく世間では言われますけど、まあ、ちゃんとした理屈があってね、まあ、彼らは自然の中の全ての形を円柱と円錐と球で描くといったねセザンヌの言葉をもとに作った絵画なんですね。でルネサンスで使われていた遠近法であるとか明暗法とかそういうものを一切ね使わない新しい絵画の形を作り出したんですね。へえ、そうなんだ。でこの時代他の画家たちもキュビズムでたくさんの作品を作っています。でその中の一人、これはマルセル・デュシャンという人の作品です。てるちゃんこれ何の絵に見える？階段を降りる人物？てるちゃんなんでそんなわかんの？すごいね。タイトルは階段を降りる裸体ナンバー2という作品です。この作品はね人物が階段を降りる動作を連続写真のように重ねることで空間と時間を同じ画面で表現してるわけですね。でこういう作品から次の時代の未来派という人たちへバトンが受け渡されます。これはボッチョーニの空間の中で連続するユニークな形態という作品です。デュシャンの彫刻バージョンだね。そうですよね。他にはこんな作品もあります。これはバッラという人の作品です。かわいい、なんか漫画みたい。そうですね、そういう漫画の表現もこういう作品がなかったら生まれてなかったのかもしれないですよね。この未来派はイタリアだけじゃなくてロシアとかドイツにも影響を及ぼします。さあまたまた違うバトンの話をしますね。はい、この作品は誰の作品でしょうか。ゴッホ。そうですね、ゴッホの作品ですね。じゃあこの作品は誰でしょうか。ムンク。まあ、こういう人たちの作品が次の表現主義という人たちにバトンを渡すことになります。これが表現主義の人たちの作品です。フランツマルクってフォービズムっぽいね。さっきはゴッホとかムンクを例に挙げましたけど、象徴主義とかフォービズムの進化系とも言えます。目に見えるね外側だけの世界じゃなくて内側の心の動きとか内面の世界を描くということを目的にしています。このあたりは第一次世界大戦の少し前ぐらいの時代です。彼らの作品は激しい色と誇張された形態が特徴です。戦争や革命による不安な時代を反映して彼らの絵にはしばしば社会に対する批判が表されています。また暴力的なほどに激しい表現も見られます。はい、じゃあまた違うバトンの話をしますね。この作品はどういうジャンルかわかるかな。キュビズム。そうですよね、キュビズムっぽいですよね。これを描いたのはピエト・モンドリアンという人でした。でモンドリアンはスーラの点描みたいなこともやっていたし、ピカソのキュビズムみたいなこともやります。でそれをさらにさらに突き詰めて自分の新たな道を開きました。で確立した自分の芸術について新造形主義っていう風に呼びました。でその新造形主義の理論で作品を作っていこうっていうメンバーをデステイルって呼びました。でこのデステイルはその後洋服にもなるし建築にもなっていきます。あとは椅子とかねそういうものにもつながっていきます。バトンがつながっていく様子がわかるね。そうですね、バトンをつなげるっていうのが今回のキーワードでしたよね。でもっと効率よくいろんな人にバトンを渡すためにはどんなことが考えられますか。学校を作る。その通り、学校の先生っていうのはたくさんの生徒にバトンを渡すことができますよね。この時にドイツでバウハウスっていう素晴らしいね芸術学校が誕生します。バウハウスの学校の理念っていうのはど真ん中に建築があります。
いろんな芸術の技術を学んで、最終的にそれをね、一つにまとめた究極の芸術っていうのが建築っていう風にね、位置づけた学校です。で、ここにはね、たくさんのね、素晴らしい先生がいました。今世の中にある建築であるとか、デザインであるとか、そういうものはこのね、バウハウスで開発されたものがかなり多いんですね。すごーい。例えば、学校でよく見かけるこのパイプ椅子。これはね、バウハウスで考案された新しいデザインだったんですね。これはそのバウハウスで先生も務めていたカンディンスキーとクレーという人の作品です。この人たちはね、抽象表現というものをやっていきます。結局ね、いろいろ芸術を見てきましたけど、ルネサンスの時には神様を描いたりとか、印象派の時には風景を描いたりとか、キュビズムでも結局何かを見て描いてますよね。何かを見て描くのではなくて、画面の中の美しい色使いとか美しい構成とかね、そういうものを突き詰めようとしたのが抽象表現主義の人たちです。そこにあるのはリズムとか心地よさとか、そういうものになってきます。どう、フェルちゃん、抽象表現の作品を見て何か思うことある？確かに、何を描いているのか考えなければ、色合いとかリズムとかあっておしゃれで楽しくなってくるね。音楽を聴いているのと似ている気がする。うんうん、そういう風にね、抽象表現っていうのは見てもらったらいいかなと思います。じゃあ今日は次のバトンの話でおしまいにします。この作品覚えてるかな？ジュシャンだっけ？キュビズムや未来派の人だね。そうですね、完璧ですね。彼が展覧会に出そうとしたのがこの作品なんです。何これ、彫刻？これはね、便器なんです。で、しかも自分で作ってないんですね。市販されてる便器に自分のサインを書いて展覧会に出そうとしたんです。どう思います？え、ダメでしょう。何がしたかったんだろう。そうですね、これを理解するのがね、ものすごく難しいんです。で、何度も何度もどういうことかなって考えるわけなんですけど、結局ね、よくわからないんですよね。でも、そんな作品って今までありました？例えばね、レオナルド・ダ・ヴィンチが最後の晩餐を描きました。モネがね、綺麗な風景画描きました。どれもね、答えがわかりやすいですよね。でもこのデュシャンの泉っていうね、便器の作品は答えをね、教えてくれないんです。ずっと考え続けるしかないんですね。それがね、新しい芸術の形ですよね。ということで、人々に問いかける芸術っていうのが生まれてきます。技法としてはね、レディメイドって言って、ゼロからね、全部自分が作らなくても、買ったものを寄せ集めて作品を作っても別に大丈夫ですよね、今の時代。まあ、そういうのをいち早くやったのがこのデュシャンの泉っていう作品でした。で、デュシャンたちがやった芸術をダダイズムって言います。この時代ね、第一次世界大戦っていうもう最悪なね、戦争があるんですね。で、たくさんの芸術家がこの無意味でね、愚かな戦争を止めることができなかった文明にね、不信感を持つわけです。で、それまでね、認められてきていたね、文化の価値を丸ごとひっくり返したいなって思うわけですね。まあ、そういうところから新しいね、芸術の形っていうのを模索するようになります。戦争と美術ってすごく関係があったんだね。あ、ペルちゃんね、そうなんです。いいところに気づきましたね。結局ね、その時代時代によって美術とか芸術の形っていうのが変わってますよね。そうやってね、形を変えながら、今もね、我々のね、近くには必ず美術とか芸術があるわけですね。次回はいよいよ最終回です。現代の美術をお届けします。楽しみ楽しみにしておいてください。ご視聴ありがとうございました。ありがとう。